やめるつもりだったんだけどね。スノーの実況は全部蔵に入れて。蔵に入れたやつはもう蔵に入れたままにして、あげたやつも全部消して、あ、ダメだこれ。もうこれ以上はどうやって面白くならないなと思って。やめるつもりだったんだけど、やります。再開です。自分の中で再開です。もうこれほら。日付が怪しいもん。1月1って書いてある。が、再開します。やったろうじゃん。やったりますわ。声聞こえてる？小さくない？大丈夫？大丈夫かな？ちょっとサウンド設定、もうちょっと音を大きくしたい。ボイスでもこれ最大なんだよな。ちょっと画面の明るさがね、暗い気がした。自分で確認して。それでも暗くないか？これぐらい？だいぶ明るくなったの。こんなもんでしょう。ちょっとまだ探り探りやってる。で、角度も、これをこういう風にして書いていくと、立ち入りの時に邪魔にならんかなという風に、こうしようかなと思います。そして、ファイアアルパカを使うことにした。この方が軽い。ひもじい。スノーもね。終盤はすごくいいのは知ってるんだけど、中盤、序盤の中だるみ。それは否めないね。やっぱり人がいたんだ。あの女の子の猫に見覚えがあるぞと。で、前6回分の動画を、まあ6回全部見たわけじゃないね。5回と6回を見直してみて、気合が入ってないな。もう少しこう、入っていかないんだけど、実況の中に自分でね、恥ずかしがってる部分とか、そういう部分をもっとこう、全力で実況、スノーを全力で実況していこうと思う、ここからは。あんたが右いたら俺がファイアルパが出した時こうなるだろうが。猫。また会ったな。俺のセリフは全部言っていくことにする。恥ずかしくてもな。すっごい恥ずかしくても。それは、そうしていく。字の文もできる限り読んでいく。実況ではあるけれども、読み上げぐらいはしてもいいんじゃないかなって思うんで。うわっ！うるせえ。いや、だから。迫真の演技ですね。あっ。生き玉が。あ、完全に死んだ扱いをされてる。いや、シャモ。たたられるぞよ。追いかけた方がいいのか、これは。何のフローチャートを見てないから。不安だ。追いかけるべきだろう、これは。なあ、ほら。俺は誤解を解くために女の子の後を追った。うるせえ。おーい、待てよー。待てよー。パイクはねえか。人の話を。来るのじゃ。そして僕は名古屋へ飛ぶんだ。知ってるでしょ。大泉で、あ、もういいや。出雲彼方でございます。パイクはねえか。追いかけてて。雪だるまがこうはならんだ。俺はあれか、ジムか何かか。モビルスーツで言えば。こうはならんだろ、人間さ。カメラじゃないんだからさ。視界がこうはならんだろ。ジムか何かか。ジムとか百式みたいな機体か。ザクとかガンダムじゃないな。ジムとか百式だったらこうなるわ、きっと。しまった、逃げられた。誰が、幽霊か、失礼な。
ここにいても仕方がないな。バイトの続きでもするか。俺は雪を払うと境内を後にした。読めます、境内。画質を上げたいなって思ったけど、 60fps にするわけでもなし、 HD 画質でどうすんだろうな。 30fps でも HD 画質にできるのかな。よくわかんねえな。途中にベンチや村の管理小屋もある。イケボ風にやっていこう。ずいぶん歩いている気がするんだが、滝はまだか。イケボ風にやっていこう。イケボ風にやったってはずいは恥ずくなるんだろうな、後でな。そもそもイケボじゃないって。地図には龍神湖って書いてあるぞ。書いてあるぞ。へえ、こんなところもあるんだな、この公園。公園だった今、ボートがあるぞ。一応遊べるようにはなってるんだな。釣りとかもできそうだ。ワカサギとか釣れそうだよね。ワカサギとか。清流だ。この地図によると、目的地である龍神の滝から流れてきているみたいだな。何のためにあれしてたんだっけ？水汲みに行ってたんだったっけかな、水。着いた。ようやくたどり着いた。目の前には雄大な滝がある。別になんか下流の水汲んでもいいんじゃない？そんな滝の水汲まなくたって。早速ポリタンクの蓋を開けると、滝のそばまでも、この辺呼びにくいな、そばまで。滑舌をよく行こう。滝のそばまでよりかがんだ。澄み切った水には己の姿がはっきりと映る。せーのと、冷たい。なんとか組み終わったぞ。独り言多いな。もう手なんかカジカジにカジカンで。ガジガジだった。ガジガジにカジカンで。ガジガジにカジカンで。カジカンで。痺れたままだ。あとは買い物か。腹減った。そういえば、つぐみさんから弁当もらったんだっけ。腹減ったな。岩の上の雪を払い、腰下ろした。もう深夜に今実況してるから。腹減ったな、なんか。おぉ、重箱?昼ご飯が重箱。色鮮やかなおかずとご飯が入っていた。いただきます、なんて。こんなあの、一人ぼっちの、場所にいるから、ことさらに声を出したくなるんだろうな、きっとな。ちょっと怖くなるよ、さ。あまりに人気がなさすぎて。なんじゃこの重さは。というか、マジでこれ二つ重さとか。一つが喧嘩一っぽいが、死ぬかも。足の体勢がどう取ったらいいかわからん。あぐらを組みたい、椅子の上で。一歩前に踏み出すごとに、雪にのめり込む。重い。腕がちぎれそうだ。無理があるかも。このバイト。恥ずかしがっちゃいかん。自分の中でな。これは実況なんだ。ただテキストを流すだけだったら。そんな無音実況などいくらでもある。無音にした実況。てか自分で買ってやってくれ。音のないのをやりたければ自分でやってくれ。買ってやってくれ。そうしたら、パソコンのやつとかちゃんとエロシーンもついてるよ。ドリキャスと言わないまでも、パソコンのやつだったらエロシーンがちゃんと、濃厚なエロがな、スタジオメビウス監修というか制作による濃厚なエロが楽しめるので、パソコン版を買ってやることをおすすめします。最近のパソコンで動くかどうかはわからんが。あ、まあ、スミノちゃん。こんなところにスミノちゃん。前方の坂道から聞こえてくる。見上げるとまたしてもスミノが坂の上でわたわたと落としたアンマンを追いかけていた。おいおいおい、またか。コロコロコロポス。あ、アンマンだな。アンマンっていうか、シャバンだな。受け止めようじゃないか、今回は。スミノという物体を受け止めようじゃないか。よっしゃ、いつも来い。消えた。坂を転がっていたスミノが目の前で忽然と姿を消した。え？だがスミノの情けない声だけは鳴り響いている。ある意味あれだよ、俺が読んでたらさ、あのそんな人いないわ俺が読んでたらさ、あの
YouTube を聞きながら作業できるような。読んでたら、スノーやりたいんだけど、そんなに集中して画面見なくない人も、見たくない人も、俺が読んでれば、全部完結するような。画面見なくても OK。見ると、スイヌは坂の途中にあった小さな穴に落ちていた。坂の途中に穴があるらしい。ウサギか何かの穴みたいだ。ていうか、ほんとお前、美味しいな。やろうと思っても、なかなかできないんだぞ。別に穴に落ちるがうまいと思わんが。助ける。ほれ、捕まれ。あら、雪がめっちゃ積もってるじゃん、頭に。肩にも積もってる。ん？よく見ているものだ。役に立たなかったけどな。これも CG の差分なんだろうな。雪が積もってるバージョン差分みたいな。だいぶ白くなったな。明るくしたから。あんまか？手に持っていたあんまを差し出す。雪は別にいいんじゃない？関係なく食べるだろ？雪だったら別にいいんじゃないって思うけどな、俺だったら。例えば雪の上に買ったばかりの石焼き芋を落としたとして、雪だったら別にいいわと思って食うわ。雪がたとえ汚れていようとも、それは科学的なことであって、俺の脳内では雪は綺麗だというふうに変換されるから大丈夫。夢で見たんだったな、10年前のことを。お前全然変わってないな。お前と10年前合ってるよな。俺は持っていたあんまの汚れた皮を剥き出す。汚れた皮なんて、めっちゃ雪白いからさ、汚れてないように見えるんだけど。この食べ方を教えたのは俺だったんだ。あんまんが大好きなスミノのために落としてはこうやって剥いて食べさせたんだ。あんまんの皮を剥くという。昔に会っていたんだな、俺とお前。思い出したよ、夢で見たんだ。お前と出会った時と別れた時だけだけど、だけどか言えねえ。まだそれだけだけど。四国魔なんでね、しょうがないっす。言葉の内容の割にはなぜか嬉しそうな笑顔。ただいま。そうか。いきなりシリアスなシーンに入り込むのはいかがなものか。そうか、かっこよくなって戻ってきたということか。お前は相変わらずだな。昔の可愛いままだ。ギップルが暴れてしまう。俺の心の中のギップルが。俺の心の中の風の精霊が暴れてしまう。今のような臭いセリフを吐くと。は？気持ちいいのか。スミノはほわんとした顔になる。え？何万か？ほら。コロコロと表情が変わり、全くにぎやかだ。これファイアルパカでこうしようと思ったけど、こうするとこの文章消えちゃうな。困った。これが邪魔なんだな。こうしといて、こうすればいいんか。こうすればここのところに書けるか。そうだね。それしかないね。絵を描きに山へ登ろうと。キャンパスこっちからスライドして描いていこう。私ね、美術部の部長だよ。マジかよ、すげえな。美術部の部長とは相当画力が高いと見た。でね、部員も私だけだよ。褒めた俺がバカだった。褒めたっていうか、買いかぶった俺がバカだった。スミノ、寂しくないか。美術部って言ってるっていうことはあれなの、高校生か大学生なの。中学生には見えんよな。高校生か何かなのかな、住みのって。
じゃあ主人公は何歳なのか、それがいまいちよくわからん。スケッチブックスケブ、一体何を描いてるんだ。なんでだよ、描いていいだろう、見ていいだろう。絵は隅の見ると、隅の何かにつまずいたのか、画面から積雪に突っ込んでいた。積雪って言わなくていいと思うんだ、雪でよくね。慌てて抱き起こしてやる。あれか、あの日常のあの人、あのユリッペじゃない方、日常のアニメ、日常のあの人誰だっけ、あの青髪の人すぐ出てこねえ、あのキャラいいよな、出てこねえ。なんかこういう時こそ、こういう時こそこれだ、鼻が真っ赤だ、これだ、あのダメだ、まずい、これは事故ってる、こういう、目から書いてるの間違えた、もう一回やらして、こういう、ダメだ、これこうだったかな。こう、変な音が今入った、マイクの調子がかな、目がマイクの調子がおかしいか、ピッ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 と入った気がする。こういうここに目が、どうすればいいんだ、戻る、つぶれまんじゅうになっとるな。ついでに色が欲しいです。色取れない。ちょっとあれだな。カラー、色彩職場。出ない。表示。拡大表示。違う。ウィンドウ。表示。タブを押して、こうだ。色が出せないですね。パレットがない。あれ？普段使わないやつ使おうとしてるからこんなことになるんだ。色がどこにあるのかわからない。これか？これなの。あ、これか？これかい？あ、なるほど。何をやっとんじゃ俺は、ほんまに。こんなことやっとったらいかんぞ。タブ。これだ。やっとわかっ、あれ
めっちゃなんかあの、これじゃあスミノが凍え死んでしまうって感じになっちゃってんな。こうしないといけなくてもこれをしたかったらこれが出ちゃうんだ。これでいい？これでいいか？もう、これでいいか？こうすりゃいいんか？ほうほうほう、今考えてる。今いろいろと、いろいろと今考えてるところでございます。こう言って、こうやって、こうやって、こうやって、こうすればいいんだ。ほら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 。こういうキャラいましたよねっていうのためだけに、なんだっけ？このキャラがあの BL が得意で、好きで得意で、それをただ伝えたかっただけなんです。いらない、いらない、今時間を食ったな。そして20分来ちゃった。だからスケッチブックの中に、あの、恥ずかしい、あのね、男同士の絡み、濃厚な絡みのね、そんな漫画が書いてあるんだろうかなってことを想像してしまっているわけですね。朝らしいは今ね。それだけを伝えたいがために今の尺をね、今の、時間を食っちまったわけだ。なんかわからないが、嫌がってるのに無理やり見ることはできない。俺はそれ以上突っ込まないことにした。それで、花田ちゃんは何してたの？ああ、お使いをね。見ての通り、拷問中だ。拷問？拷問。隅には俺の足元に置いてある水入りポリタンクを見つけた。ああ。お水を汲んできたの？そう。どこの？龍神湖、滝。まあ、なんだこの気のない返事は。とってもな。まあ、あ、これやめとけ。怪我するぞ。怪我はしないと思うが。いや、いい。これは俺の仕事だ。それじゃバイトにならんからな。スミノ、女の子が持てる重さじゃないんだって。持たせてやれいいと思うけど、だからいいよ、手伝わなくても。あと買い物ね。いや、これからお前のお店に行って買い物がある。お買い物？そうなんだよ。とほほ、お前は、お前っていうのはあまり好きじゃない。相手のことお前っていうのはあまり好きじゃないな。お前はお絵描き行かないのか？なんかいきなり下に見てる感じがするじゃん、スミノのこと。そうじゃん、それはなんかフェミニストじゃないと思うけど、自分はそんなには。でも相手に対してお前というのはちょっと、同年代かぐらいの、ね、女の子に対してお前呼ばれちょっと。そうだな、そうなったら大変だな。そうだよ、忘れてたよ。スミノは慌ててそうは見えないが絵を描きに行く方向に向かった。よるけど。毎度ありだよ。はい。じゃあまたねだよ。はいはい。え、かなたちゃんも。はあ。ストーリーをね。ストーリーをしっかり追っていこう。たとえどんなに拷問なストーリーであったとしても、しっかりストーリーに入り込んでやっていこう。そうでしょう。それが一番このゲームに対してのリスペクトにつながる。これを面白くするとか、そういうのも大事だけど、それも大事だけど、見てくれる人が増えたらいいなとか、そんな風なことはもう考えなくていいわ。もう、どの道収益化の道は断たれている。仕方がないから、好きに実況していこう。この、せめてものスノーへのリスペクトを前面に押し出して、腕が伸びきって感覚がないぞ。あとは野菜を買うだけだ。神社は今帰ってんだろうね。神社がね。やっと着いた。というか、こんなに疲れていて野菜まで持ってるというのか。落ち着く色合いをしてるな。雪ばっかりの白い画面からこの建物の中に入った途端、ほんまなんか暖かい空気が包み込まれてる気がする。店の端にある石油ストーブがフル回転だ。石油ストーブって回転するのか。あの、フル回転っていうするものってなんかあの電気製品っていうイメージがあるんだよ。
そうなんです。お疲れ様。寒かったでしょ。めっちゃ寒かった。さよりさんは言いながら丸い素出してくる。いやもうその荷物だけ持ったらすぐ。お茶とか別にいいですから。いいのかなんだか悪いな。さゆりさんが奥の部屋でお茶の用意をしながら話しかけてくる。まあもともとバイトできたんでね。落石事故ですか。自分でも驚いてますけど。奇跡ね。そうですね。ここまできれいさっぱり治ってしまうと、あの事故自体本当にあったのかと思ってしまう。確かに奇跡だ。はい、どうぞ。ほい。あ、すみません。お茶ね。はいはい。大きな湯飲みを渡される。大きな。たあ、温まる。うん、だといいんですけどね。あの水を毎回つぐみさんが汲みに行くことを考えれば。メモを取り出す。こんなお店今現代の日本にもあるのかな。こんなお店が今だったらもうね、なんだろう、タクシーとかで、タクシーじゃねえや、トラックとかでそのまま運ばれてきそうだよね。お店を経由せずに、お店で買う、中抜きされずに。お待たせ。どうさ、おっと。じゃがいもが30分、人参が50分、きゅうりが10分ね。言うほど多くはないよな。そうですね。これに入れるの？ええ、ポリポリと痩せていく。言うほど多くないけど、まあまあ多いな。人参50は安っ。物価が異常に安い。じゃがいも30、人参50あったら一月ぐらいはなんとかなりそうだ。一人暮らしなら。だいたいここに来て俺自身の金を使うことなんてめったにないだろうし。俺はさよりさんから領収書を受け取ると野菜が詰まったリュックを背負った。重いからね。だ、大丈夫っす。そんじゃ。雪芸といえばあれだな、湯の花やりたいな。湯の花の実況してもいいですかね。エロ要素をなんとかどうにかして。でもドリキャス実況じゃないからダメか。別にドリキャスに縛りをしようとは思う、そこまで思ってないけど、できる限りはドリキャスのゲームをやっていきたいよね。せっかくここに本体があるんだから。ついた。はあ、やれやれ。よし、ここまでにしようか。時間が。ただ続け撮りで、この日が終わるまではやります。なんで一旦ここまで。ほな、また。